電気自動車を持ち家もしくはマンションでない人が買う場合、つまり、自宅の駐車場に充電設備を持てない人が電気自動車を買うにはどうしたらいいかという話でありますけど、言うとで、そういう人は、ゼロエミッション、ゼロエミッションなんたらかんたら ZESPX3 ってやつにを契約すればいいと。KEV の日産サクラもしくは三菱 EK クロス EV、まあ、どちらか仮に購入するとしたらどうなるかのシリーズ第2弾となっております。私は、賃貸住宅に住んでおりますので、駐車場では、充電設備を現時点では設置できないですね。というわけで、必然的に充電はどこでするかというと、まあ一番シンプルなのはディーラーですね。ディーラー。まあ日産の車買うんだったら日産の充電ステーションに行けばいいと。というわけで、具体的にどれくらいお金がかかるのか、あと、という話をします。日産サクラの場合ですけども、充電時間、急速充電で約40分。なので、20キロワットの電池で、走れる距離が180キロだそうです。で、それを、まあ、充電するに40分かかると。40分で入ると。に対して、普通充電が約8時間。なので、持ち家の人は仕事終わって帰ってきて、充電しておいて、朝になると、満タンになってる。ところが、賃貸組はそれができないので、どこかに行って充電しなきゃならないと。そこでと。先日も、確かいたんですけども、某日産のディーラーさんでは、なんか、料金表があって、1650円たらと、110円たらって出ました。これは何かというと、急速充電と普通充電の項目です。急速充電、30分、1500円、プラス消費税 10% で1650円だそうです。で、この1650円とは何ぞやというと、会員登録しない人たちは、プラッと来ると、ビジター料金で30分急速充電させてくれると。ビジター料金と、会員料金というのでございます。ビジター料金がいけます。ビジター料金、ビジターで急速充電だと、30分1650円だそうです。で、普通充電だと1時間110円だそうです。で、急速充電だと、40分でフル充電になります。なので、30分フルにやれば、まあ、あと10分ですね。だから1650円ともう1回。まあ、1回ではフルにならないっていう話です。で、そもそも充電が30分ずっとフル充電にならないはずなので、途中で普通に切り替わるはんで、どのようなという感じですけども、とりあえずまず充電に関してはそういうこと。これがビジター料金。で、ビジター料金で、普通充電だと1時間100円と。ただ1時間でフルにならないんで、8時間必要なんで、どっちにしても普通充電だと1、2、3というか相当時間がかかってしまう。どっちにしても、午後5時です。はい。充電する際は普通充電じゃなくて、急速充電しかない。一択ですよね。普通、急速充電で、まあ、2、30分ディーラーにいて、充電をするで1650円払うというやり方があります。で、これが、ビジター料金に対して、ゼロエミッション、なんとかってあるんですよ。日産ゼロエミッションサポートプログラム3、ZESP3、まあ、略称、まあ、とりあえず ZEPS3 と言いますけども、ZEPS3 という会員制のやつですね。これに登録すると、まあ、会員登録する、特にその ZEPS3、ゼロエミッションサポートプログラム3に登録すると、その、ディーラーに行って、充電するときも、ビジターでなく会員制で、まあ、その場では無料っていうか、その月々お金取られるんでね。で、その、ZESP3、まあ、ZEPS3 とします。ZEPS3 のコースが、プレミアムとシングルがあって、プレミアム、つまりプレミアムでやった方がいいですね。プレミアムというコースだと、プレミアム10、プレミアム2、まあ、10、20、30ってやって、つまりこれは、月どれぐらい走るかによって変わるんだそうです。で、例えば、うちの場合だと、目安走行月600キロ以内
ですね、月400しか走らないので、あのプレミアム10で十分だと。とすると、プレミアム10で会員登録すると月4400円払えばいいと。でかつこれを3年定期契約にすると1650円引いてくれるというわけで、3年契約にすると月2750円でいいと、ということであります。充電料金が非常にでしょ。でこの、プレミアム10だと月に充電できる回数、急速充電ができる回数が決まっております。プレミアム10だと月、急速充電が10回で、これは1回10分とカウントするそうです。で会員でプレミアム10で契約すると1ヶ月に急速充電が10回できると。でその10回というのは1回10分だから、100分分に相当する。つまり急速充電月3回できるとということですね。3回、これがプレミアム10のコース。これが月、4400円だけども3年契約すると2750円と。でまあざっくりですけども、例えばロッキー、このロッキーに、あのこの大バスロッキーだと月、まあ、400キロぐらい走るんだけども、1回のフル給油で大体4700円で、それが月2回もしくは3回、 2.5 回、なのでまあ9000円ぐらい月かかるのかな、給油が。と比べれば電気自動車 EV だと2750円月で済んでしまうという、まあざっくりの計算が立ちます。ここがねお得じゃねえかと思うんですよ。